飽くなき挑戦。1913年の創業以来、大汽車は空気のコントロールによりお客様の課題解決を世界規模で実現してきました。それを支える2つの柱、環境システム事業ではオフィスビルをはじめ、学校、病院、ホテル、美術館、大型商業施設や空港ターミナルなど、さまざまな施設の中で人が快適に過ごすための空調設備の設計・施工を行うビル空調設備、電子部品や医薬品など高度な製造環境が求められる工場や研究施設を対象にクリーンルームなど、ものづくりにとって最適な空調設備の設計・施工を行う産業空調設備。また、塗装システム事業では高い塗装品質の実現と省エネルギー技術を調和させた自動車などの塗装工場の設計・施工を行っています。建設業に属していますが、私たちが主に担っているのは建物の中の設備。人間の体に例えれば、骨格や皮膚にあたる部分が建物、内臓や血液、神経にあたる部分が設備です。どんなに立派な建物でも、設備がきちんとしていなければ建物は十分に機能しません。つまり、私たちの仕事は建物に命を吹き込むという大切な役割を担っているのです。快適な空間で過ごす、新たな製品や技術が生まれる、美しい車が走る。一見それぞれ関係ないように見えますが、すべて空気が関係しています。目に見えないところで人の営みを、イノベーションを、社会を支える空気。そんな空気のエキスパートである大汽車、その活躍の場はさらなる広がりを見せています。クリーンな環境で安心安全な、天候にも左右されない計画的な野菜作り、大汽車は完全人工工型植物工場プラント事業を進めています。 PM2.5 などの原因となる有害な廃棄を 99% 以上無害化し、大気汚染対策に役立つ廃棄処理システムの導入に力を入れています。自動車塗装で培った技術やノウハウをもとに、航空機や鉄道車両向けの自動化システムに取り組み、省エネルギーや生産性向上に貢献していきます。私たちのお客様がビルや工場などを建てるときに直面する課題は様々です。例えば、過剰な性能が備わった空調は快適な生活環境や製品の品質は担保できますが、一方で必要以上のコストが発生したり、地球環境への負荷を高めてしまいます。反対に、イニシャルコストを重視しすぎるとランニングコストが高くなってしまい、地球環境への負荷を高めてしまいます。また、メンテナンスや将来的な修繕を合わせて考えておくことも重要です。こうした課題を同時に解決することは簡単ではありませんが、これらを最適なバランスで解決するのが大汽車のエンジニアリング技術です。お客様の喜びが地球の喜びとなるというわけです。今、大汽車のエンジニアリング技術はグローバルに広がっています。これまでの海外施工実績は世界50カ国以上、顧客は日系企業だけでなく現地企業からも。売上全体に占める海外比率は 50% を超えています。大汽車は常に考え行動するエンジニアリング集団として、先進的なソリューション技術でお客様の環境課題を解決し、豊かな地球環境を未来へ引き継ぐことを目指します。